そろそろおしゃべりクッキングの時間ね。上沼恵美子のおしゃべりクッキングの時間ですが、予定を変更して、西園寺玲子の毒舌クッキングをお送りいたします。残念、今日は違う番組なんだ。毒舌クッキングってなんだろう？今日は、皆さん程度の知能でも簡単に作れる、カレーライスの作り方をお教えしたいと思います。まずは全員服を脱いで全裸になってください。身分が団子虫より低いものに、服など必要ありませんからね。あと、人様に迷惑がかかるので、できるだけ速やかに人里離れた山奥に引っ越して、二度と人前に現れないでください。その条件が整い次第、カレーライスを作るようにしてくださいね。凄まじいほどの毒舌っぷりね。こんなの放送していいの？では、始めていきます。まずは玉ねぎの皮を剥きます。一番外側の皮の実を残して、他は一切使わないでください。日本国憲法にも記されてあるように、皆さんのようなチョコ材な人間には、外側の皮を使用する権利しか許されていないので、必ず守るようにしてくださいね。次は人参の調理なんですが、最終学歴が幼卒である皆さんでは、人参というものを認識できるだけの知識が欠乏していると思いますので、人参のことは忘れてください。そして、じゃがいもですが、ボウフラと DNA 型が完全に一致している皆さんでは、一生手に入れることができない代物だと思いますので、代用として水仙の花の球根を使っていきます。水仙の花の球根には毒があるようですが、それを食べて苦しむ皆さんの姿を見るのも、また一興ですからね。野菜の下ごしらえが済んだら、普通なら鍋でお肉を炒めていくのですが、皆さんに肉など持ってのほかなので、パンの耳でも見てろ、と言いたいです。しかし、パンの耳ですら皆さんにとっては贅沢品なので、目の前にあるとすぐに食べてしまうことでしょう。ですので、ここから 6.5 キロ先にいる、田沼意次の左耳にかけておくので、そちらをご鑑賞ください。そして、下ごしらえをした野菜を鍋に入れて炒め、そこに水を入れた体にして煮込みます。というのも幼少期の頃から、あいつらには水分など与えるべからず、与えるならば塩、という教育を受けてきたので、水がなくても仕方ありませんよね。最後にルーを入れるのですが、人が住む地域に立ち入ることが許されていない皆さんでは、ルーを手に入れることは到底できないことでしょう。ですので、今回は特別に、このクーピーの茶色をルーに見立てて作っていきます。あ、そういえば皆さんはこれまでに、茶色以外の色を見たことがないと思いますので、今回は特別に見せて差し上げますが、世界には茶色以外にもこんなに綺麗な色があるんですよ。皆さんは来週の水曜日あたりに、あの施設に送られるはずですので、最後にいい思い出ができたんじゃないでしょうか。本当にひどい番組、クレームの電話入れようかな。それにあの施設って何よ。怖いんだけど。ついにカレーライスが出来上がりました。それでは、皆さんに完成したカレーライスをお見せしましょう。西園寺玲子の毒舌クッキングをご覧の皆さんに、日本国政府よりご連絡申し上げます。日本国政府、なんだろう？来週の水曜に行われる予定だった、施設への移送の日時が変更となりました。移送をただいまより開始いたします。職員がご自宅に伺いますので、抵抗せずに指示に従ってください。